フーランは日本原産の卵化植物の一つで着生植物である。2013年の俗名変更に伴い、ニオファインティア属からバンダ属に変更された。花が美しく、香りも良く、観賞用に栽培される。また、園芸品種もある。野生では絶滅器具通類。茎は短く直立し、隙間なく葉をつける。葉は細くて硬く、先端が尖っている。 断面が三角になるほど分厚く、上面の中央には朱脈に沿って溝がある。葉の基部は茎を抱く形になり、茎より少し上に関節があって、古い葉は基部を茎に残して脱落する。したがって、古い茎は幼少に包まれた状態になる。根は茎ほどに太く、幼少を突き破って出てくる。表面は白く、先端だけが生っぽい色になる。 根元の茎から新芽を出して、次第に株立ちとなり、人間の頭ほどの群落が作られる場合もある。ただし、成長はなかなかに遅い。年間に生じる葉は一本の茎について二から三枚、程度、個個の葉は数年の寿命がある。初夏に花を咲かせる。花は良い香りがする。花形は茎の基部の型の葉の間から出て、それぞれに三から五個の花が出る。 花形からはさらに長い脂肪が伸び、花はその先につくので、葉よりもかなり上の方で花が咲く。花は純白か、わずかに赤紫を帯びるのが普通。五弁はやや細木の通ら型で、反り返る。新弁は前に突き出し、少し三つに割れる。花の下には、巨があるが、非常に、長く、下に向かって垂れながら曲がって、最後は前を向く。一つの株では、往々にして、 ほとんどの花が同じ方向を向いて咲くので非常に印象的である。本州中部以南から琉球列島に渡る地域に生育する。国外では朝鮮と中国から知られる。この種は古くはアングレカム族に含めたこともあるが、現在では本種のみで風ン族を立てる。ただし近年の分類体系の見直しでイラン族バンダに含める説が出ている。 忍ぶ玉や庭木につけるなどの形で鑑賞用に栽培される。また、江戸時代より墓割りや不入りのものを選別、命名して栽培することが行われてきた。現在も多くの品種があり、それらを復帰卵と呼んで、東洋蘭の一つとされる。また、禁縁の別族との間に属間交配品種も作られている。禁縁の単形性の洋蘭に体寒性を与えるために、 後輩親として使われることも多く、それらは、洋欄の範疇になる。以下のようなものが知られる。洋画レビューナンバー 20P31 ドバシ P229 から231。ありがとうございます。